男と女の恋模様。女と二人で僕の部屋に帰ってきたら、留守番電話のランプがチカチカ点滅している。誰からだろう、もしも他の女からのメッセージだとこりゃやばい。いいちかばちか、こりゃ博打だと再生ボタン。私最近全然会ってくれないのね。電話待ってます。ピーチャラリー、鼻から牛乳。なんとかその場はごまかして、女はトイレを貸してねと。トイレに入って出てきて、シビアに一言こう言った。トイレットペーパー三角に折ってあったけど、誰か来てたの？チャラリー、鼻から牛乳。あれ、俺がおってん。なんとかその場はごまかして、女はバスルームにシャワーを浴びに。今のうちさっきの留守電の女に電話する。女がシャワーから出てくる気配、慌てて電話を切った。バスタオルで髪の毛拭きながら、女はこう言った。誰に電話してたの？チャラリー、鼻から牛乳。いや、電話なんかしてないって。嘘。いや、本当だって。じゃあリダイヤルしてもいい？チャラリー、鼻から牛乳。なんとかその場はごまかして、うまくベッドに連れて行き、イチャイチャしてたら、今日は絶対来るはずのない彼女が合鍵で入ってきた。ガチャ。誰それ？チャラリー、鼻から牛乳。いや、気分が悪いって言ってたから解放しててん。チャラリー、鼻から牛乳。もう大事な話があって来たのに。大事な話ってなんだよ。先月からないの。チャラリー、鼻から牛乳。鼻から牛乳、鼻から牛乳、鼻から牛乳。最近知り合った彼と二人で映画に出かけたの。あー、面白かった。そう？この前見たやつの方が良かったじゃない。え？この前って？チャラリー、鼻から牛乳。なんとかその場はごまかして、こじんまりした馴染みの炒め飯屋、二人で入って行くとマスター一言こう言った。マスター、こんばんは。何か食べさせてくれる？お、彼氏、髪型変わったじゃん。え？チラリー、鼻から牛乳。なんとかその場はごまかして、彼が私の部屋にやってきた。彼がトイレに入って出てきて、一言こう言った。便座が上に上がってたけど、誰か来てたの？チラリー、鼻から牛乳。いや、掃除したから。タバコ吸ってもいいかな？あ、どうぞ。はいはい、皿。え？君タバコ吸ったっけ？チラリー、鼻から牛乳。私は吸わないけど、家の兄貴が。歯ブラシ2本あるんだ。チラリー、鼻から牛乳。いや、いとこのね。ヒゲ剃りは？チラリー、鼻から牛乳。いや、脇剃るから。ヘアトニックもあるんだ。チラリー、鼻から牛乳。たまには使うから。男物バジャーもあるんだ。チャラリー、鼻から牛乳。ゆったり着てるから、してるからさ、好きなのよね。君トランクスも履くんだ。チャラリー、鼻から牛乳。ボクシングやるから。
背広も着るんだ。チャラリー鼻から牛乳。いや、宝塚にいたことあるから。26センチの靴履いてるんだ。チャラリー鼻から牛乳。朝足大きいの。写真立てに並んで写ってる男の人誰？チャラリー鼻から牛乳。お父さん。若いお父さんなんだ。チャラリー鼻から牛乳。お父さんが2歳の時の子なの。なんとかその場はごまかしてカレーと2人でベッドイン。いつものように早く閉まって。え？チャラリー鼻